電子制御シフトレバーは常にこの丸の状態に戻るようになっております。こちらは新型クラウンのシフト操作レバーとなっています。ハイブリッドのシフトレバーはエレクトロ操作レバーとなっています。まずはじめにブレーキを踏んでエンジンをかけた状態で、操作の仕方はブレーキを踏んだ状態でドライブにするときは右にして下で D に入ります。意外と知らないのがこちらの M にするとき D の状態で下にします。これで M になります。 M とはマニュアルですね。これが B の車もあります。マニュアルはこちらでシフトをチェンジするときに使います。バック R に入れたいときは右にして上で R になります。パーキングにしたいときはこちらを押します。 P を押します。どの状態でもパーキングはこちらの P のボタンを押すだけです。意外と知らない操作方法2つ目、ニュートラルにする場合は D の状態で右に長押しです。